いいですね。ゲームがあり、語りがあり、それ踏まえ練習をご一緒させていただきたいと思うんですが、お願いします。どんな練習、せっかくゲストを来てもらってるんで、なんか今やってみて こんな練習どうですかとか、なんか浅くこういいところと課題と浮かびました？そうですね、なんかいいところとしては、そう最初にも言ってたんですけど、こうとりあえず返そうっていう姿勢があるところが、うん、まずやっぱりテニスってミスしてしまったら勝てないので、つまりミスをしないテニスっていうのが、やっぱり結局どんだけ上手い人にミスをしてないので、まずその姿勢があるとまず返そうっていう、もうそこはすごい大事だと思うし、それがラリーの中でも見えてきたところがあったので、本当にいい点だと思う。ただやっぱりその考え的に相手が強いとか、そういう風に思っちゃうと、やっぱりそこでちょっと力が入ってしまったり、どっちかというと普段打たないところ打ってしまうっていうところで焦りが出てしまったりして、ちょっともうミスが出てしまうっていうのは、もうまあ仕方ないことではあるんですけど、まあ、そういうところでちょっと試合にああいうゲーム差が出てしまったのかなとは思いますね。こんな練習おすすめですか？そうですね、まずは下がりすぎないようにする練習、まあ、こっち側がガツガツやっちゃうからこそ、こう後ろにこう体重を引きすぎないように、できるだけここまで下がらない、まあそういう練習、どうだろうな、逆に打ちすぎないように、お互い7割とかでちょっとペースを落とした状態で走り合うというか、走らせ合うというか、7割でコントロールし続けて、そのエースを取らない練習、逆にちょっとしんどいですけど、しんどいですけど、そうなるとどっちかっていうと時間はあるけど、相手も走らせてくるし、自分も走りながらなんで、余裕がどんどんなくなってくるし、そのきつい中ででもどうやってコート使おうか、広くコート広く使おうかって考えれるんで、そういうところはいいかもしれないですね。でちょっと浅くなったらボレー出たらもうフリーみたいな感じでもいいですし、そうするとどんどん後ろには下がれなくなってくると思うので、練習はいいのかなと思うんですけど、どう？うん、いやそう思う。ポイント練習の中で、だからお互いにそうやって7割とか6割とか、そんなにオーバーパワーしないような感じのペースを、まあうっかりさ、浅見くんは8割9割になっちゃってもいいよ別に。まあそれは で、サービスゲームかリターンゲームかどっちからか、2ポイントずつで俺も入るから、ポイント練習をやった方がいいんじゃない？どっちがいい？リターン、最初リターン。じゃあ、あさみくん向こうで、僕らが2ポイントずつぐらいで、こっちでやるから、サーブで。はい。うん。わかりました。お願いします。行きましょう。お願いします。ここでも甘かったら、はい。リターンの練習も含めて。セカンド。セカンド行くよ。ああ短い。入った。今のいいじゃん。入った。セカンド行くよ。
あれをゆっくり入ってるもんね。今のさ、ボールのペースがゆっくりになってゆっくりボールに入るじゃない。ありがとうございます。今の良かったですよね。打ち終わった後の構え遅いよ。わかりました。だから今のきっちりボールに入れてない。セカンド行こう、セカンド。なんで、もう一回セカンドさ、スピンで行くからさ、前に入ってきてさ、高いところで打ってごらん。そうそうそう、入ってる入ってる。毎回さ、ファーストでもセカンドでもちょっと前に行きながらこうやって合わせて打ってから、ストロークみたいに打つんじゃなくて、ブロック気味で踏み込みながら、はいはい、ボールの後ろ取って、はい、そう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 、今さ、バックでアプローチ打ったんだけど、はい、フォアに回り込めない？なんかああいう風に撮った後プランないんだよね。うまい。入った？うまい。入った？入ってきた。巻いたね。おー、いいじゃん、いいじゃん。素晴らしい。おー、いいじゃん、いいじゃん。素晴らしい。かえって7割とかの感じでやっても方がいいかもしれない。
こっちがめっちゃ動いてんのになんかさ、一回お茶飲んでたみたいな感じぐらい時間作ってないなんか。一回お茶飲んでだろ。今レッドセカンド動いて、あーごめん、あー参った、ごめんごめん、ナイスリターンナイスリターン、ごめん、サンキュー。あーい、もう一回もう一回、ちょっとトスずれた。あーい、もう一回もう一回、ちょっとトスずれた。さっきやりたかったことをもう一回やりました。よし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 、風風風。ゼーカーです、ゼーカー。あー、ぶた。今のさ、バックボレーに入る感じ、あーって思いながら、その余韻が長くてさ、バックボレーでそんなにさ、今甘くわざと打ってくれてんだけど、その次にさ、ちゃんと体が早く反応できてないでしょ。打ち終わった後のバランスを早く作るみたいな感じの基本的なところが多分できてない。あのね、打ってからもバランス作りながら相手の状態、動ける状態を早く作っておいてみるんだよ。だけどそれがさ、自分としてはなんか構えてる感じなんだけどさ、はっきりできてないと明らかにスタートが遅れる状況になるから、はい、あーごめん、今良かったね、あーごめん、今良かったね、ボディバー